はい、先生、大原です。はい、大原です。はい、大原です。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでね。おカラオケ行った後だから、喉ガラガラだよ。ガラガラだ。はい、ということでね、今週もね、スニーカーを紹介しようのコーナーがやってまいりましたよ。イエーイ。多分ね、今日ね、木曜日で合ってるかな。合ってるかな。木曜日だったらいいね。だったらいいね。はい。おいえ。ということでね、今日もスパイシーな秘策を紹介したいと思います。久しぶりにスパイシー思い出したのよ。オッケー。スパイシーな秘策をくれ。はい、ということでね、今日紹介するスニーカーはこちらです。はいよ。参りましたよ。ダンク。正解、ダンクです。裏がこう。そう、裏がこうなのはダンクです。これはですね、僕の一番思い入れのあるダンクです。ちなみに、はい、こちらで、ね、ダンク SB っていうモデルで、覚えてよ、スケートボードでしょ。そう、リチャードモルターかな。じゃあリチャードマルターさんのシグネチャーモデルです。ちなみにダンク SB が今年15数年なんですけど、一番最初に出たダンク SB です。これのハイカットのやつが今度出るんだっけ。正解。ちゃんと勉強してるよ。すごい。そうなんです。来週かな。おう。うん。これのハイカットバージョンがついに復刻するんです。そう、ハイカットになってる僕ね。うんうんうん。まあめちゃくちゃ欲しいわけですよ、僕これ。うん。で、せっかくだからさ、そのタイミングでこれ紹介しようかなと思って。で、当時のナイキ SB っていうのは日本での展開がなかったんです。こちら日本で売ってないの。はい、売ってないから僕も並行輸入で買いました。すごいすごいすごい。はい。でも本当にね、俺このダンクは本当に思い出強くて。あ、そう。本当に好きなの。まあ打順に入れなかった理由としては、うん、どうしても他の人から見ると、うんうんうん、ちょっと弱く映っちゃう。まあ確かにちょっと地味かな。そう、普通なのね、とにかく。うん。うん、はい。でこのスニーカーっていうのはリチャード・マルターさんっていう人のシグネーチャーモデルね、プロスケーターの。うんうん。彼が子供の頃に小さい頃履いてたナイキのスニーカー。のテニスシューズがこの色だったんだって。へー。で、それを落とし込んだっていう。はい。で、当時の SB っていうのはすごいベロが熱いんです。熱いね、これね。めちゃくちゃ熱いんです。座布団見て。はい。で、これもう15年前のからもうずっと履いてんのね。へー。うん。多分こっちの足かな。うんこ踏んでる。すげえ裏触っちゃったけど大丈夫これ。大丈夫大丈夫。もう思いっきりもう泣きながら磨いたからこれ。あー、そう。その時。うん。なんていうのかな、パンチが弱いんだけど、俺のとって一番思い入れのあるスニーカー。うん、大好き。ゴムもちゃんとしっかりしてんじゃん。そう、しっかりしてる。ちょっと基盤できちゃってるけどね、さすがに15年ですからね。まあね。あれでしょ、メッシュは汚れてるけどさ、こうやって。うん。結構綺麗に維持してるでしょ。ここは綺麗だね。うん。そう、よく見るとね、中側とかもボロッボロなの。うん、ボロッボロ。めっちゃ履いてるから、ボロクソ。だからね、俺もさ、次のハイカット本当に欲しいのよ。並べ。並ぼうかな。多分ね、人気ない。はい。ということでね、僕が初めて買ったナイキダンク SB。おいえ。はい。履いていく。履いてみようか。履いていくか。履いていく履いていく。おうよ。じゃあ履いていこう。はい。ということで、はい、カドッチ履いてみましたよ。なんか俺若々しくない？若々しい。すげえかっこいい。やっぱ最高だねこのスニーカー。やばいよ。やっぱ俺ハイカット買うわ。なあ。どうしたって欲しいよこれは。すごいすごい。うん。なんだろう、ここが本当にふかふか。すごいでしょ、このクッションすごいでしょ、面白いでしょ。今までさ、こうやってやるとかかとの方がふかふかだったの、うんうんうん、かかともふかふかなんだけど、ここふかふか。そう、かわいい。ちょっと今まで履いてたダンクとは違う。今の SB ね、確かね、このふかふかなくなっちゃったの。ないよね、今ね。そう、そうそう、ハイカットはね、昔からないんだけど。そうなの。そう、小学生みたいじゃね。素敵。かわいいかわいい。え、すげえかわいい。え、やっぱりえ、意外と似合うんだな。顔いくよ。顔からこう胴体を通ってこれが来るっていうね。ね、バランス、これがまた面白いな。ほら、このバランス面白いね。かわいい。いいでしょ。はい、ということで、カドッチどうでしたか。ふかふか、思ってる、ほんとふかふか。はい、はい、ということでね、今回はダンク SB ローのリチャード・マルダーモデル
はい、ハイカットになって復活するモデルです。はい、それのオリジナルですね、紹介させていただきましたが、はいよ、はい、こちらのモデル門倉さんにまた評価していただきたいと思います。はい、はい、また星3つでお願いいたします。はい、今回のダンク SB 星3つで評価お願いいたします。はいよ、本日は星いくつでしょうか。お願いします。これは本当に本当に1だけはやめてくれ。これ2、星2つこれいいよ、いいよね。これあれでしょ、結局カラーリングがキャラじゃないってことでしょ。それもそうなんだけど、うん、まあ俺白1個選んじゃったじゃん自分で、うんうんうん、白意外と好きなんだけど、うん、なんだろう、驚いてる方が強い。あ、15年前の靴にしては、うん、本当に履き心地がいい。最高ですよ。まずふかふか、ふかふかで、思い入れにもうちょっと共感できるところがあったので、はいはいはい、はい、そこも加えて、で、じゃあマイナス1何よと、うん、うんこエピソードうんこ踏んだエピソード、ね、うんこ踏んだエピソード、ね、すっごいもう泣きながら綺麗にしたからね。でもこれ、うん、いいね。すごいいいよ。大事にしたくなる一足。すっごい大事にしてます。あ、いいね。これちょっと白か、やっぱ茶色か、うん、もう一個欲しいんだよね。白か茶、これいいよ、かわいい。うんこが余計だったね。うんこ余計。はい、ということで今日のスニーカーを星2つと。はいよ。はい、うんこ言わなかったらまあいいや。おう、うん、まあ事実だからね。まあね、うん、その思い出も含めて、そうそうそう、はい、間違いなくいい靴、いい靴ですね。おいや。はい、ということで以上セシオーバーランでした。はい、またね。はい、素敵。